アイドルグループ SKE48 の新井勇気22が東京女子プロレスに本格参戦することが分かった。17日の東京後楽園ホール大会に本人が来場し、5月4日後楽園大会からの継続出場を表明する。東京女子 EDT などを運営するサイバーファイトグループの関係者は、女子プロ業界ナンバーワンを取るため東京女子の方から SKE さんにプロレス参入を打診していました。2018年に参戦経験がある新井さんが登場することになりましたと明かした。新井はドラマを発端に AKB グループが18年2月23日に愛知県体育館で開催した豆腐プロレスにバブリー新井のリングネームで出場。当時 SKE 内でたらい回しとなっていた EDT のアイアンマンヘビーメタル級王座の体感実績もあり、同年10月28日の EDT 後楽園大会に参戦した。その後はアイドル活動に専念していたが、東京女子からの熱烈オファーを受けて意欲が高まっている様子だ。多忙なアイドル活動の合間を縫い、すでに再デビューに向けた練習をスタートさせたという。同関係者は新井について、18年の試合を見ましたが、非常に素質を感じた。今後の女子プロ界を背負う存在になってほしいと期待をかける。東京女子には、福岡を拠点するアイドルグループ、リンク出身の伊藤真希、25を中心に、アイドル系レスラーが数多く在籍しており、今後は彼女たちが戦いの中心になる模様。女子プロ界の名手、スターダムとは一線を画した独自路線で業界トップの座を狙う。